田口正幸は、日本の実業家。株式会社、大道リミテッド元代表取締役社長。東京都出身。1981年3月、駒沢大学経済学部卒業。大道系織株式会社入社。新部区販売、大道ユニオンを経て2002年より上海へ。2005年、大道リビ特有限講師総経理。2008年、取締役。 2010年、取締役副社長兼大通理美徳有限講師、当事長。2011年6月29日、代表取締役社長に就任。2013年5月、取締役。2016年11月22日、遺んのため死去、去年59。日本経済新聞、大通りミテッド社長に、田口氏2011年5月20日。 2020年11月27日閲覧。代表取締役、取締役、執行役員及び、監査役人事に関する、お知らせ2011年5月20日。2020年11月27日閲覧。ダイヤモンド社。大通りリミテッド。田口正幸社長に聞く2011.819。2020年11月27日閲覧。日本経済新聞。 田口正幸氏が死去元大道リミテッド社長2016年11月24日、2020年11月27日閲覧。ありがとうございます。